まして、石巻市地域おこし協力隊のお笑い芸人不安ガールこと石巻観光大使ホヤドルの萌さんとお笑いコンビホヤモヤを組んでいるモヤです。よろしくお願いします。オープニング時点で若干触れましたけども、名前が多いというね、ややこしくて、ね、まあ、初めての方も、ね、いらっしゃるかもしれないんでね、ちょっと丁寧に説明したいんですけども、ほやほやという、ね、コンビ組んでまして、で、本来ね、今日も萌さん出る予定ではあったんですけども、去年ね、その M1 グランプリほやほやで2回戦行きまして、で、まあ、今冬ですけども、ね、ちょうど R1 グランプリが、ね、開催されております。R1 グランプリは私は芸歴20年なんで、芸歴10年までしか出れないんですよ、大会。だからもう参加できないということで、私がネタ書きまして、で萌さんにネタをやってもらいまして、結果2回戦に行きました、ね、残念ながら2回戦で落ちてしまいまして、で、まあ、せっかくでもネタ作ったんで、最後にここでいきなりでネタをやって成仏させたいということで、今日出る予定だったんですけども、ちょっと諸事情によりましてね、今日急に出れなくなってしまったということなんですよ。皆さんお気づきでしょうかね。先日ですね、ちょうど先週萌さんがですね、バンドワンマンライブということをやりまして、その中のライブ中にですね、ちょっと、まあ、企画といいますか演出といいますか、長く伸ばしていた、ね、髪の毛を切るということで、やりまして、同じ長さにしてきたんですよ。本人いないんですよ。絶対並んだらウケるぞと思って切ってきたのにいないんです。今日ね、楽屋入った時にゲストのね、ターちゃんさんがいらっしゃいまして、ターちゃんさんが入ってきた時に、あ、びっくりした、ハンナちゃんかと思った。髪を切った萌さんに寄せたつもりがハンナさんになった。ということだけでも覚えて帰ってください。よろしくお願いします。萌さんお休みなんで、ちょっと萌さんの分まで頑張ろうということでね、今日はこの格好で来たんですけども、ネタは一切ね、これとは関係ないネタでやりたいと思います。はい、では行きましょう、歌詞の一部分を何回も何回も繰り返すね、歌の意味が変わってきますよという歌でございます。聴いてください。量産型ソング。山を越え谷を飛び、僕らの町にやってきた、ハットリくんが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 、民族大移動。雪のすがりんりんりん、不思議な冒険ルンルンルン、アンパン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 、大量生産。お触れねり、あなたのおうち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 、やーほーおうち主。手のひらを太陽に透かしてみれば、真っ赤に流れる僕の血潮、ミミズ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 、ミミズミミズ、釣りの餌こちらです。結んで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 、また結んで結んで結んで、プリンセス天候大脱出。ツルとカメが滑った、ツルとカメが滑った、ツルとカメが滑った、解散。白ヤギさんからお手紙ついた、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 督促状。はい、というね、まずこの絵と歌の、ね、組み合わせネタご覧いただきましたけど、もう一本ですね、この絵と歌、組み合わせネタいきたいと思います。聞いてください。赤い靴履いてた女の子、異人さんに連れられて行っちゃった。強くなれる理由を知った、僕を連れて行っちゃった。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に連れられていった。
絶好調真冬の恋スピードに乗って連れられてじゃいつか二人で行きたいねじゃ真っ白な時に君はさらわれていっちゃった粉雪ね心まで白く染められたならああ二人の孤独を分け合うことはできたのかい雪が綺麗と笑うのは異人さんというね、絵の歌をご覧いただいたんですけども、まあ、ちょっとね、以上聞きたいと思いますけど、この絵が上手だなと思った方はどれくらいいらっしゃいますかね。あ、すごいね、嬉しいです。下げていただいて、はい、この絵ですね、実は私は描いてません、全部友達に描いてもらってます、最後に私が全力で描いた、かまど炭治郎をご覧ください完璧ですね、どうもありがとうございました